これは薄もやが出始めたか。結社の使徒第70、鋼の聖女アリアンロード。やはり似ている。2年前のローエングリン城での後ろ姿に。知性の協力者たちが挑んでくると思っていましたが、意外な代役となったものですね。大人げないとは思ったが、一応かつての居城なのでな。これ幸いに出張らせてもらった。オーレリア・ルグイン、見知りおき願おうか。結社第七使徒、鋼の聖女殿。黄金の羅刹、オーレリア将軍。ヴァンダールとアルゼイドを極めしその名、耳にしています。なるほど、実物は噂以上ですか。こちらこそ、伝説が伝え聞きし以上であること、嬉しく思う。だがその兜はいただけぬな。もはや倒壊は必要あるまい。その面を取ってもらおうか。ブレナ、敵隊戻ってきちゃったか。厄介ね。ま、今さらだけど。なかなかの気当たりだ。だが邪魔をするな。私が彼女と話をしているのだ。なるほどな。羅刹の異名、伊達じゃないわね。マスターの素顔は強者のみが拝見できる栄誉。あなたがどれほどの強さだろうが、証を立てなければ。まあ構わないでしょう。これは綺麗。槍の聖女リアンヌ・サンドロット。伝わりし逸話と寸分の違いもなさそうだな。残されし数多の絵画よりもなおでエロか。ランスの方は一層期待できそうだな。ええ、そのシンクの宝剣くらいには。デュバリー、アイネス、エンネア、全力を出すことを許します。イエスマスター。お待たせしました。教官、皆さん、聖女に羅刹ですか。マジかよ。これはとんでもない勝負に立ち会えたね。さあ、互いに死力を尽くすとしましょう。